久留米市出身のお笑い芸人こがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は福岡県立筑紫高校からお届けしています。今日は2年生紫遥香さん、部活で怪我が続きなかなか練習に参加できないそうです。部活中に右足の靭帯を4本損傷して。わー、え、何部なの？ソフトボール部。やっと出た試合の時に、今度は左足の靭帯を損傷して、焦ってるので、こう多分またやるんじゃないかなって。あー、なるほどね。でも焦ってもしょうがないっていうのはあるよね。今できないから、できない時なりのことをやるっていうのが一番いいのかもしれないなっていうのがあるんだけど、そう、出ない間もずっともう家で静養してるって感じ。例えば部活に時々顔出したりするっていうことかな。部活は毎日行くには行くんですけど。あ、行くか。はい。いや、俺だったらもっとへこんでると思う。あとめっちゃみんなに言うと思う。ここ前やったのにまた こっちやったの、え、マジっすか、やばいっすね、マジだりーわってやるけど、これは自分なりに自分のしんどさをみんなで分散してんだよね。精神的なものと肉体的なものっていうのはもう絶対的に連動してると思うから、早いうちに切り替えて、これが治ったらどうしようとか、そういう風にポジティブに考えていく、転換していくの。いや、もう怪我が治ったら一番誰よりも頑張って、もう切り替えようかなって